あら、お帰りなさい。今忙しい？ちょっと手を借りたいんだけど。ちょうど頼みたかったの。とにかくその結果より、そう来なくちゃ。バラモンはもう出発してる。
道は安全、確認は取れたみたいね。この荷物は今日中に。ちょうど頼みたかったの。とにかく。残念だけど、バラモンをやす。でも、態度に。
疲れてるみたい。お疲れ様、新人さん。そのやる気には頭が下がるわね。あら、奇遇ね。ラッキーなことに新入り候補が見つかったの。あなたはいい仕事をしてるから、特別に誰がいいか選ばせてあげる。この場所を素敵にしたいのね。出発の準備はいい？あら、奇遇ね。ラッキーなことに新入り候補が見つかったの。あなたはいい仕事をしてるから、特別に誰がいいか選ばせてあげる。ねえ、本当に必要？他にも。とはいえ、確かに。連絡を取って全て調整しておく。予定通りなら朝には到着するはず。この嵐はいつ止むの？シェルターが見つかってよかった。嵐はまだ収まってない。急いで配達を終わらせて。あら、奇遇ね。ラッキー。気が変わった？マイルポストゼロか。まさかこうして新しい家が見つかるだなんてね。どこかに。じろじろ見るなよ。落ち着かない気分になるだろう。そうか、こちらこそ。勘がいい。前に関係ないだろう。本当に何か用があるのか、それとも口を挟みたいだけか。別に。そもそもなんで気にするんだ。会ったばかりなのに俺の生い立ちを語れって？グールか。ふん、何度か聞いたことがあるな。それが何か。構わん。自分の仕事をしろ。俺もそうする。
またな。ビジネスを立て直したって？感心したよ、シーリー。まあな、それがお前に関係あるのか？最低さ、尋問は終わったか？悪党が権力を使って人々を操り従わせてる。この話は終わりだ。面白い話ならよそで探せ。この話は終わりだって言ったのがわからないのか。何か用か、何なりと。学校、仕事、最初は軍の技術関連の業者だった。ああ、軍のために武器も設計した。製造の手伝いもした。状況が変わった。ここにいるのは仕事のためだけじゃない。てか忙しいんじゃないのか。マーリンに雇われてんだろ。まあな、昔の仕事の残りがある。買いたいのか。金はあるよな。仕事にかかれ。マーリーはピエロでも雇ったのかと思ったぞ。マーリーの使い？次に配達を頼みたい銃がある。もう梱包してあるよ。どこかに行くんだろう。マーリーの使い？次に配達を頼みたい銃がある。もう梱包してあるよ。どこかに行くんだろう。マーリーの使い？次に配達を頼みたい銃がある。もう梱包してあるよ。荷物が勝手に運ばれてくことはないのよ。ええ、それがどうかした？まあそれが経営者というものよ。でも私も息抜きぐらいする。たまにね。射撃はストレス発散にいい。今度警備の仕事に出てもいいかも。ええ、それなりにね。特に基地を作ろうとしてた時、旧世界のクールなものをいろいろ見た。火災監視塔とかね。ここにも美しい自然が戻りつつある。